提出論とは1882年に福沢諭吉によって発行された皇室に関する著作である。皇室の存在意義を論じた近代日本の思想史における初期の論文の一つ。本書の議論は後に尊能論に継続される。時事新報2882年4月26日から5月11日まで12回にわたって無署名者説として連載され、 同年5月に単行本が刊行された。単行本の表紙には、福沢諭吉立案、中見川彦次郎筆記と記されている。日本で帝国議会の設置が交付され、政党が続々と設立された当時、関検党という政党が出現した。直接には、これを批判するため執筆されたものである。福沢は提出を超越的存在であり、 政治の領域外のものであると捉える。その機能は、日本国民の精神を集合させる、中心点であり、また、政党政治上の衝突を緩和するものである。さらに政党と軍隊は結合してはならず、軍人の精神的根拠を提出に置くべきとする。同様の理由で提出が、戦線や和平を決定しなければならないと論じる。後半は、提出の文化上の意義を論じ、 学問芸術の維持機関として提出が適切であり、その活動のために提出費の増額を主張する。皇室は政治の枠外にあるべきことを説く。立場に関係なく、全国民は同等に公民であるとし、皇室は特定の政党に関与すべきではないことを主張する。政治の実務機関である国会や内閣は国民の精神的中心になり得ず、皇室だけに それが可能であることを説く。実務に関与しないなら皇室は無用であるとする。見解に反論する。また軍人を統制するには、皇室の精神的支配力が必要であると説く。一国の人心を掌握する方法は、宗教、学問、音楽等を利用し、君主国においては王室を中心にすべきとの説を、検証する。闘争により、国論が分裂する懸念を論じ。 国民の融和に皇室が必要と説く。特定の政党が皇室を政治利用してはならないとする。関検党の結成を聞いた福沢が、その不適切なことを論じる。前説の続きであり、関検党により皇室が政治利用される危険を説く。国民に対する懲罰のうち、罰は法律が行うものだが、省は皇室によるべきことを説く。筆を政治から、 文化における皇室の役割に移す。皇室が学問を奨励すれば、大いに国家の利益となることを主張する。日本古来の諸芸術の多くが、明治維新後に途絶しかかっていることを危惧し、皇室による保護が必要と述べる。前編を小説し、芸術は、時の政権の庇護によって発展したことを挙げ、幕府や大名のない現在は、皇室が変わるべきことを論じる。 これらの諸政策の裏付けとなる皇室費の充実を主張する。またその用途について論じ、結合を加えて終わる。ありがとうございます。